全然進まない。ここフィンチファームに行きたいだけなのに、サーガスの後なんか解体工場行った。すっげえ敵いっぱいいて、クリアしちゃったよ。すげえ、アラサルトロンとかめちゃくちゃいた。やってらんねえよ。録画してなかったし、もう録画するボタンを押す前にめちゃくちゃになってなんなんだよ、あのアサルトロンってやべえよ。必ず殺されちゃうもん。なんであんな強いんだよね。よう。道はあまりにも長い。あ、お医者さんだ。いや、何よ、走って。お前、よ、ああ、悪い。フォージのやつかと思ったが、やけどがないな。なんだ、やつらの一団が古い製鉄所を乗っ取った。誰かで構わず見つけ次第撃つ連中だ。ああ、そうだな。フォージとは、出来損ないのレイダー集団だ。炎と金属にぞっこんなんだよ。不敵の息子ジェイクは真夜中に抜け出して奴らに加わった。祖父の古い剣をひったくって家宝に一番近いものだ。ああ、家宝か。本当にミニッツメンの一員で力になってくれるのなら、そうだな、剣が戻ってきたら本当に嬉しい。息子はジェイクはどうしたらいいの。息子のジェイクは何が起きたか気にならないのか息子をレイダーに育てた覚えはない。俺に言わせれば息子は死んだも同然だ。分かった、探そう。無理を聞いてくれるなんて。できる限りの埋め合わせはしよう。何したらいいんだよ。フィンチファーム、サーガス、さっき言ったばっかのとこだ。じゃあ行こうか。サーガスだったらもう先に言っといてくれるやつ。昨日のうち中入ったのに。これまた人がリセットされたりするんだよな。やっぱりほらほら、昨日殺したやつ全部なしってことだわ。じゃあね、じゃあ行こう。なんだレーダーのフォージとか言ってた。グループ名か。明るいなここ。やっぱり来たわ。ストロング行っていいぜ。なんでお前同じ方に来るわけ。ん、そうか、いた。へへい。あ、いた。おい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 。見えねえぞ。やられたな。まだいるわ。どこだ。戻ってくる。どこにいる。分からん。お、あそこにいた。オッケー。あ、移動された。ダメ、役立たねえじゃん。やめろよもう。
え、なんであんなとこにいた？ただの物音だ。あれはなんだ？いた。きっと頭がおかしくなってる。いやいや、そんなこと。頭がおかしくなってる。昔頭を吹っ飛ばしたぜ。もう一匹いたんじゃないか。あんなとこ走ってる。どうやって行くんだろうな。あ、やっぱ二人いたわ。いや、ストロング。目立った人間、ストロング感心する。ありがとう。行くか。タレットは壊したけど、ん？あれ？どこ行っちゃった前とあいつ。うん？これ何これ。鉄路。ああ、そういうことか。こっちは、ああ、なるほどね。エキスパートは俺たち開けらんないよ。ん？助けてくれ。逃げようとしたら殺せ。ここまで来るなんてお前もやるな。誰だお前。簡単だった。ほとんどの奴らはそもそもフォージにふさわしくないし。見ろジェイク、お前と違って価値のある奴。殺される。でも頼まれたものはみんな持ってきた。自分の家族から盗むことで強さが証明できると思う。まあ、お前が持ってきたこの剣に免じて自分の価値を証明する最後のチャンスを与えてやった。なんだと。捕虜を殺して脳なしじゃないことを証明し、連邦の外で襲撃をすると言ったろ。この人たちは脅威でも何でもない。殺せることを証明しろ。奴が死ぬかお前かだ。そんな、どうしよう、どうすればいい。立ち去れ。立ち去れジェイク、こんなことしなくていい。頼む、解放してくれ。でもやらないと殺される。やめろ。やめろジェイク。これは殺人だ。王子にふさわしいと家族が追われる。悪いけど選択の余地がない。言われた通りにやった。なんだよ。殺すぜこいつを。こいつ殺してんじゃん。当たらねえ。やられたわこれ。焼けとるし俺。やられた。畜生。これどうやっていいんだ。どうやったらいいの。説得も何もねえだろう。 OK、 いけるといいんだけどな。無理か。もうこれイベント始まっちゃうんだもん。殺せ。ここまで来るなんてお前もやるな。え、どこにいんだあいつ。オッケーオッケー。上がれるの。上がれねえの。上がれるじゃん。オッケー。なんだよ、セリフ言いたくないよ俺は。
そう、ああ、ちょっと待って。どこにいる？コーチなんかに負けるわけねえだろ。くそ。この野郎。ストロングやっちまえもん、あとは。なんだと？くそ。どこにいんだよ。見えねえよ。いた。こいつだな。こいつだ。何なんだこれ。あれ？あとイナゴ。おい。すみません。待て待て、悪かったよ。しくじった。パニックったんだ。どうでもいいよ。知るか。まだ怒っているのか。悪くは言えないけれど、あの、多分家に帰って償いをするべきなんだ。頼める立場じゃないのは知っているけど、説明するのに協力してくれたらパパもほどほどにしてくれると思う。ひいじいさんの剣を持ち帰ったらお礼をするはず。いつもフェアな取引をしようとするから。ファーム近くの陸橋脇で待ってる。なんだあいつ。よう。おい。参ったな。よい、行こう。ああ、こいつらな。重くなっちまったよ。ん？あれ、敵じゃねえ。これを最後にやめてやるさ。歩けねえよ俺。よ、ストロング。おい、ちょっとちょうどいい距離じゃないと渡せねえんだよな。おい、おいおいおい、おい、なんだストロング、お前の。ああ、持ってくれ持ってくれ。もう何も考えずに、はい。だから多分火炎放射器とかあるんじゃねえかな。何言っただろう。また面見せたら。ジェイクが戻ってきたの。何、ジェイクが帰ってきた。ああ、よかった。パパ、お願いだよ。めちゃくちゃにしたのは分かってる。奴らに参加したらファームを襲われないようにできると思ったんだ。誰も傷つけたくなかった。何を思ったかなんて関係ない。言ったろ、アブラハム・フランシス・フィンチ、もう十分だわ。ママ、それが。黙りなさい、ジェイク。いい加減にしないと二人ともジャガイモの皮むきをさせるわよ。昔から二人の喧嘩を見てきたけど、自分たちで解決しようとは思わないの？アブラハム、あなたの息子は一人前になったわ。そろそろ子供扱いはやめなさい。ジェイク、パパとママは外に行ったことがあるから危ないって知ってるの。だからあなたのことが心配で。よしよし、もうおしまい。でもまた始めたら分かってるわね。妻が正しい。自分がバカだった。感謝してもしきれない。約束のキャップだ。息子を手伝ってくれた分少し上乗せて、その剣は持ち続けるべきだ。人助けに振るわれたと知れば祖父は喜ぶだろう。剣いらねえよ。大した剣じゃねえんだろ、どうせ。
俺このチャオ将軍があるからいらないんだよな。シシケバブ剣じゃねえじゃんこれ。どれ火炎放射器ないよ。ピックマンのブレード、これか。これ剣に見えねえよ。あ、剣なんだ。わあ、鉄砲に見えた。へえ。よ、帰ろう。